タイガーマスクタイガーマスクタイガーマスクは日本の覆面レスラーである。元はテレビアニメタイガーマスク2世のタイアップ企画として誕生したが高い人気を誇りアニメとは離れたプロレスラーとして存在を確立。現在まで引き継がれている。1981年4月23日新日本プロレス倉前国技館大会でテレビアニメ タイガーマスク2世とのタイアップ企画でデビュー。原作者である梶原一期からは、このギミックを現実のプロレスに取り入れる際、コーナーポスト最上段に軽々と飛び乗れるプロレスラーを起用することと、リングアナウンサーのコールには必ず2世をつけろと注文がつけられた。後者の条件は採用されなかったが、梶原からの抗議はなかった。 漫画版やアニメのタイガーマスクは、虎の頭を模した形状のマスクを着用しているが、実在プロレスラーのタイガーマスクは、人間の頭にフィットした形状のマスクである。正体は、佐山聡氏。イギリス遠征中だった新日本プロレスの佐山聡氏が、新日本の移行を受けて、極秘帰国し、タイガーマスクに噴した。1981年4月23日。 新日本プロレス、倉前国技館大会で、ダイナマイトキットを相手にデビュー。空中殺法が人気を博し、一大プロレスブームを巻き起こした。タイガーマスクの権利者だった梶原一揆は、漫画、プロレススーパースター列伝の原作者として作品に、現実のタイガーマスクを登場させ、一部にフィクションを織り交ぜながら、タイガーマスクの人気に拍車をかけた。 人気絶頂期だった1983年8月10日、佐山は突如として新日本や契約の解除を一方的に申し入れ、引退を表明。マスクを脱いで正体を明らかにした。その後、復帰して UWF 参戦時は、マスクとコスチュームのデザインを一新して、ザ・タイガー、スーパータイガーのリングネームで活動していた。以降もタイガーキング、 ザマスク・オブ・タイガーなどのリングネームの使用を経て、現在は主に初代タイガーマスクのリングネームで活動している。1984年8月26日、全日本プロレス田園コロシアム大会でメキシコ遠征中だった、三沢光春が二代目タイガーマスクとして、ラフィエラを相手にデビュー。1985年10月、ヘビー級に転校。 1990年5月14日、全日本プロレス、東京体育館大会での2代目タイガー川田俊明対谷津義明サムソン冬行戦の試合中に突如としてパートナーの川田に自身のマスクの紐を外すよう指示し、自らの手でマスクを脱ぎ捨てて試合を続行。くしくも自らマスクを脱いで最終戦で正体を明かしたアニメ。 タイガーマスク2世と同じ結末を迎えた。1992年3月1日、新日本プロレス、横浜アリーナ大会にて新日本プロレス設立20周年大会の企画として金本が奮する3代目タイガーマスクがデビュー。当初は記念試合として1回限りの企画の予定だったが、好評なため数度の再登場を経て、 1993年5月3日の福岡ドーム大会で重心サンダーライガーを相手に正式デビュー。自らが得意とするファイトスタイルとタイガーマスクとして求められるファイトスタイルの差に苦しみ思うような結果が出せず、1994年1月4日の東京ドーム大会でライガー戦後にマスクを脱ぎ捨てた。初代タイガーマスクの佐山聡から 指導を受けた唯一のタイガーマスク。二代目と三代目が最初は素顔でデビューしたのに対し、最初からマスクをかぶってデビューし、一貫してタイガーマスクを名乗っている。1995年7月15日、後楽園ホールで開催された95格闘技の祭典でザグレートサスケを相手にデビュー。後に道の奥プロレスに入団。 2002年2月から新日本プロレスのシリーズに1年間帯同。12月16日、新日本に円満一席。2010年7月18日、マーシャルアーツ、日本キックボクシング連盟のキ事務主催工業、ブレイクマイナス4キックガッツ2010カジワラ1期24回期追悼記念、第13回カジワラ1期杯で、初代タイガーとタッグを組んでデビュー。 コスチュームはテレビアニメ第一作を踏襲している。なお、学生プロレスにも5代目タイガーマスクを名乗る学プロ OB レスラーが存在している。正体は武蔵野美術大学 OB の特保賞で対戦カードによって2つの名義を使い分けて試合を行っている。2010年代初頭は本家5代目のデビューにより6代目タイガーマスクと 名乗っていた時期もあったが、その後は5代目に名義を戻しており、特保が2017年に、学生プロレス OB が、主体の社会人、プロレス団体、西尾木、お座敷プロレスを旗揚げした際にも5代目、タイガーマスク名義で発起人を務めている。なお、プロレス氏が特保賞の5代目をあえて取り上げる場合、5代目、タイガーマスクという名義を用いることで、 ミノアマンの5代目との区別を行っている。下記はタイガーマスクに影響を受けたと思われる風貌のプロレスラー。他にも企画などで単発的にタイガーマスク風プロレスラーが登場している。ありがとうございます。